あけましておめでとうございます。UFO チューバーの三浦徹です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて、今回はお正月特集、UFO ニアムその1です。皆さんは黒船来航ってご存知ですよね ?1853 年6月、神奈川県横須賀市の浦賀にやってきたペリー提督率いる4隻の蒸気船、 あのブラックシップには2つのバンドが乗っていました。この挿絵は1854年3月27日日米和親条約が結ばれた後のポーハ単語の看板上の大宴会の様子が描かれています。美味しいフランス料理を食べシャンパンやワインをたくさん飲んですっかりいい気持ちになった日本のお侍たち。 おまけに楽しい音楽の演奏もあって大変な盛り上がりとなりました。皆さん、宴会場の後ろのバルコニーにご注目ください。アメリカ合衆国海軍軍楽隊がヤンキードードルやフォスターの名曲を演奏して宴を盛り上げている様子です。この絵をよーく見ると、南北戦争当時の金管バンドと同じような楽器が使われていますね。 おそらく日本人が初めて耳にした吹奏楽だったでしょう。それから15年後、1869年、島津のお殿様、久光公の命でできた薩摩バンドは、横浜の妙高寺で合宿、イギリス人のフェントンさんに指導を受け練習しました。きっと、 この写真の中に私たちの大先輩、日本で最初のユーフォニアム奏者、尾崎平次郎忠則さんもおられたでしょう。記念碑の写真です。そして、この写真は2016年3月、カルフォニアのサンタクルーズのフェントンさんのお墓に JBA の先生たちとお参りした時のものです。さて、 話は飛んで1960年頃、日本で最初の音大ユーフォニアム専攻生、石崎和夫さんが吹いているのは、キングのバリトンホーンです。まだ、ブーズィやベッソンの補正ピッチ式のユーフォニアムが日本に入っていませんでした。ちなみに、アメリカではスーザバンドの頃より、キングやコーンのダブルベルやフロントベルの バリトンホーンが主流でした。海軍バンドのハロールド・ブラッシュという奏者が初めてイギリスのユーフォニアムを使いアメリカ中に広まりました。1960年、いよいよ国産の日韓ユーフォニウムが発売されました。通称、煙突と呼ばれていました。当時はなかなかこの 上等の楽器が吹かせてもらえなかったんです。同じ年、ジョージ・ハーワード大佐式の合衆国の空軍バンドが3度目の来日をしています。ユーフォニアムは名手の誉れ高いフレッド・ダート。演奏会は大成功。秋山俊夫先生によりますと、冒頭の国家演奏の時、 君が世の旋律がどこでブレスをしているのかわからないほど流霊で、管楽器でこんな演奏ができるんだ、とまず共担したとお話になっておられます。このフレッド・ダートさんが使っていたのが、ブーズ・ンド・ホークスの補正ピッチ式の楽器でした。秋山先生も、当時の芸大の大石清先生も、このイギリス製のユーフォニアムがすっかり気に入り、 早速注文されています。そして、1967年の東京芸大ブラスの写真です。左端の方は元 NHK 交響楽団バストロンボン奏者の秋山幸一さんですが、秋山さんが吹いているのが、その時、芸大が購入したブーズホークスのユーフォニアムです。日本で初めての ブー,ーのホークスのコンペセーングのユーフォーニアムです。話はガラッと変わって次の年、銀座の山の楽器で見つけたレイモンド・ヤングの LP レコードです。この偶然手に入れた一枚のレコードがきっかけとなり、私にアメリカ留学を決断させてくれました。そして数年後、 1972年アメリカ留学中アメリカの南部の田舎町に合衆国の海軍バンドがやってくるというのでヤング先生と出かけていきましたそして若き日のブライアン・ボーマンと初めて対面しましたこの頃ボーマンも別荘を吹いていたんですね以来ボーマンとは半世紀の長い付き合いです 1973年5月、インディアナ大学で開かれたユーフォニアムチューバの国際大会。これは最初の金管楽器の大会です。チューバユーフォニアムの大会。えー、Tubist Universal Brotherhood Association という語呂合わせで TUBA という組織の下で開かれた国際大会です。 この大会で新作のアンサンブルでボーマンと共演しましたまた同じ場所でこれは何年頃でしょうかずっと後と2014年だったと思いますそしてボーマンは来日の際よくうちにも泊まりに来ます前後しますがこちらは1983年の 国際大会に招かれた東京バリチューバーアンサンブルというヨホニムチューバーのアンサンブルです。そのアメリカ演奏旅行のスナップです。ワシントン DC の国会議事堂前での写真ですが、フェネルさんも大石先生も一緒です。今考えるとみんなよく言ったね。これは 石橋メモリアルホールのコンサートの時に撮った一枚。メンバーのその後の人生を思うと感慨無料です。しかし、なぜ作曲家の小長屋総一さんがチューバーを持っているんだろう。今度会ったら聞いてみますね。この写真は雑誌用に少しリラックスして撮りました。東京バリチューバーアンサンブルの写真でした。 しかし、みんな若いですね。この写真はすごいでしょう。もう今はない、不門館。不門館で開かれた、え、不門バンドフェスティバル。え、この不門館、狭しと集まった、ユーフォニアムとチューバです。帰りの地下鉄丸の内線が、ユーフォチューバだらけで大変だったそうですよ。また、 不問間でのリハーサルと本番の間の楽器預かりと管理がさぞ大変だったでしょう。ご苦労様でした。これは我が師匠、ヤング先生の来日の際の確かパイパーズに載った写真だったと思います。私たちは2回ヤング先生を日本にお招きできて本当に良かったと思います。ありがとうございました。 いろんなこと、楽しいこと、大変なこと、いろいろありましたが、今では誰もがちゃんと呼んでくれます。ユーフォーニアム。一つのきっかけは、1975年1月5日放映のテレビ番組、オーケストラがやってきた。UFO 中馬特集の中で、作曲家の山本直澄さんに、その楽器は何て言うのユーフォーニアムです。 よしみんなで行ってみようユーフォニアムユーフォニアムユーフォニアムこうやって、ユーフォニアムユーフォニアムユーフォニアム三拍子で連呼していただきました。全国放送でした。山本直澄さんというお名前、若い方には馴染みがないかもしれませんが、映画男は辛いよ。 また、テレビの森永製菓のテレビコマーシャル、もうディナーがパン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 、あるいは NHK の大河ドラマなどで当時人気者の作曲家でした。山本直澄先生。この直澄先生のレンコも一役買いました。また、関西ではローカル電車もこんな楽しいのが走っていますよ。今年も ユーフォニアムを愛好する皆さんの幸せとユーフォニアムがより多くの人々に楽しんでいただけることを心から祈ります。お正月特集、ユーフォニアムその1、いかがでしたでしょうかその2もぜひご期待ください。本年はネズミのようにちょろちょろしないで、牛のようにどっしり構えて、新型コロナと正しく向き合い、 コントロールしていきましょう。世のため、人のために、頑張りましょう。響け、ユーフォーニアン。ご視聴ありがとうございました。